どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは、先日、レオルの曲が好きすぎるというテーマでお話ししましたレオルから、ノータイトルという曲。この一曲についてのみ、授業をしていきたいと思います。レオルを知っている方はもちろん、知らない方にもその魅力が伝わるようにお話ししていきますので、よろしくお願いします。それでは授業を始めます。お願いします。はい、曲一曲についてのみ授業するっていうのは今回が初なので、10分語れるのかっていうところなんですけども、これ何テイクか撮ってるんですけども30分ぐらい超えてしまいましたので、端折りつつお話ししていきます。まずですけども、この曲っていうのは2014年にノータイトルというアルバムの中に収録されていた、ノータイトルっていうそのままのね、アルバムのタイトルと同じ曲名なんですけども、もう2020年ですから今6年前の曲になりますけれど、本当に今聴いても全くこう時代遅れ感とか古いなっていう感覚は本当にない曲で、まずそこが評価されるべきだと思ってます。この曲は、まあ、ライブなどでもすごく人気があって、アンコールの曲としてもね、まあ最近あんまりやってないですけど、まあセットリストにかなり高頻度で用いられる曲で、すごく何年経っても人気っていうことが、まあそこでもわかるんですけども、私は、やっぱりまずね、曲を聴いてほしい、原曲を聴いてほしいなと思います。で、これは MV と一緒に見てほしいなと思います。MV がよりその歌詞の情景であったり、なんて言うんですかね、こう、温かみプラス寂しさとか、こう、切なさみたいなところもすごく増幅させるような、ものすごく効果的な MV だなって、もう本当見るたびに思うんですけども、セットで見るべきだなって思います。MV の中で、空がね、空の映像が早回しでバーっと流れている感じで、そこに、歌詞が載っているっていうすごくシンプルな構成の MV になってるんですけど、私自身の解釈としては、その早回しとか空っていうのって、なんか時の流れみたいなことを比喩してるのかなって思ってて、まあ、空ってどこでも見れるじゃないですか。どこに住んでようが、すごい時代が変わろうが、いつでも空は見上げればあって、だから何年経ってもみたいな意味かなと思うんですけど、そうなってもこの曲がリスナーの耳に届いてくれるっていう、届く意味みたいなことを MV にあえてその空だけの描写で入れたのかなって個人的には思ってます。で、まあなんでそう思うかっていうのが歌詞の解釈なんですけど、私のトライですからね、あくまでも。このノータイトルの歌詞は、まあ、私としては2人の視点が入ってるんじゃないかと思いまして、で1人目の視点っていうのは聴いている我々、ね、このノータイトルっていう曲が誰かの耳に届いた、その聴いてくれている人っていうのが1つで、2人目が歌い手、まあ、この曲の場合はレオルですけど、とにかくなんか作り手と、それを受ける人っていう、まあ、2者の視点があるんじゃないかって思ってて。で、作り手は常にサビじゃないかと思ってます。で、受け手というのはサビ以外の全てのところ。だから、サビ以外の僕っていうところは全部受け手のことで、サビ以外の君というのが、作り手で、サビの僕は作り手で、サビの君は受け手っていう、こう逆転現象が起きてるのかなって、まあ、個人的に思ってるんですけど、で、この曲は、まあ、レオル自身が、たまにね、キャスとか、まあ、なんやかんやで言ってますけど、もともとあんまりその聴かせるために作った曲ではなくて、サビで飽きるという字が入
入った歌詞が出てくるんですけど、まあ、そこからもわかるように、今聞いてくれてるリスナー、耳に届いているあなたも明日には違うアーティストの曲を聴くんでしょ、飽きてっていう、ちょっとやさぐれみたいな、どうせそうなんでしょっていう、ニュアンスから来てる、そういう感じで作った曲らしいんですね。だからこそサビは、作り手視点なんじゃないかなって思ってます。ただサビ以外のところの歌詞っていうのは、その作り手の音楽によって救われた受け手側の心情であったり、まあ、背景みたいなことがすごく歌われてるんですね。まあ、2番の歌詞とかで言うと、こう誰かに笑われたりけなされたりしたとしても、その音楽がその笑い声とかを打ち消してくれて、音楽によって助けられたみたいな、そういうニュアンスが伝わる歌詞が入ってるんですけど、なんかそういう二人の作り手と受け手っていう、すごい遠いじゃないですか。要はファンとアーティストみたいな、すごくライブとか以外では普段接点を感じにくい関係性であるのに、このイヤホンであったりヘッドホンであったり、こう音楽っていうものを通してならすごく近くにいられるというか、その関係性をつなげる、つないでくれて、死にたいとかすごく辛い思いをした自分を今この日までつないでくれてるのは作り手が作ってくれた音楽であって、それを聞いた自分であってみたいな、そういうすごいロングスパンな時の流れがあって、それを超えて今もその曲に救われ続けてるんだっていうリスナー側の気持ちみたいなところも歌詞にすごい出てるんじゃないかって思うんですね。だからこの曲はリスナーとか、その6年経ったっていつまでも人気で愛されて聴き続けられてる曲なんじゃないかなって思うんですけど、まあ、私自身もすごいこの曲は思い入れが強くて、私だけだと思うんですけど、精神状態によってすごいテンポの感じ方が変わるんですね、この曲特に。割と早いテンポなんですよ、原曲は。なんですけど、すごい、ちょっと本当に、疲れたとか、ちょっとメンタル的にかなり打ちのめされて、もうボコボコみたいな日に、なんとなく、タイトル聞くかって聞くと、すごくテンポがゆっくりに感じる時があって、それは本当にね、1年に1回とか2回とかなんですけど、うわ、今日めっちゃ遅く感じるって思って、そのまま聞き続けていくと、なんかね、歌詞がね、一文字一文字、めちゃくちゃこうダイレクトに入ってくるんですよ、耳に。で、涙が出たりするんですよ。いや、マジで。びっくりするんですけどね、自分でも。ここで泣くみたいな風になるんですけど、なんかそれぐらい音楽だけの力でこう聴いてる側の心というか、不快な感じではなく優しくスーッと入ってくるんですね。それがこの曲の何度も聴きたくなる理由というか、本当に自分の深いところまで入ってきてくれる曲っていう意味で大好きな曲だなって思います。まあ、あと曲自体の本当ポテンシャルがめちゃくちゃ高いというか大好きで、1番のメロディーだと、一番の A メロですね。だと、同じ音がずっと続くんですよ。これ、私歌いたくないので今歌いませんけど、同じ音がね、続くんですね。0点だってとか、低減したってとか、韻を踏むところで、同じ音がずっと出てくるんですね。で、よくよく聞くと、その、ハーモニーの音、が、サビの、緩やかにのかの音と同じなんですね。だから、
A メロ聞いてるとサビの音がそのコーラスで出てくるので勝手にねもうサビを聞きたくなるような感じになってるんですね。なのでその音を何度も何度も聞かせるからサビの一番最高音緩やかにのカーですね、カーの音を歌った時にそれを聞いた時にすごい開放感というかがあるので、だから多分あの音気持ちいいと思うんですけど、なんかそういう音楽的なギミックがいろんなところにあるので、それもこの曲の魅力だなと思ってて、はい、ぜひそこもね注目して聴いていただきたいなとは思います。これなんか言うとスッキリしますね普段自分が思ってることなので、この曲を聴きながらまたなんか、こういう話もしてほしいとかこの曲について聞きたいみたいなのがありましたら、コメント欄の方にお願いします。で、今日語りきれなかった分は、Twitter 連動型のファンクラブ、熱狂生徒会というところで、ブログ形式で、配信する予定ですので、興味のある方はチェックしてみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はレオルについて、レオルのタイトルについてお話しさせていただきました。これからも好きを伝える楽しさをお届けしていきますので、応援の方でよろしくお願いします。それでは本日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。